眼科専門医の平松です。今日は、手術の助手に入る上での顕微鏡のセッティングについてお話ししようと思います。まず顕微鏡をセットする上で椅子の高さと顕微鏡の高さが無理ない位置になるのか椅子の高さを調整します。顕微鏡の高さは術者が決めてしまいますので椅子で調整するようにしてください。次に、PD 瞳孔と瞳孔の間の距離を変えていきます。63ミリとか62ミリとか、だいたい人によって一定の長さになっています。ですから両目で見て立体的にものが見えるように、両目ともこう片目ずつつぶってちゃんと見える位置に、顕微鏡の、位置を合わせていただくことになります。で次に、術者が合わせたところにピントを合わせるためにピントのダイヤルがありますのでそれを合わせます。最後に倍率を変えます。倍率は、1倍とか、それよりも高く倍率を上げるもの 0.4、0.6 などありますが最初のうちは 0.4 や 0.6 低倍率で見ながら、助手に入っていただいた方が楽だと思います。そして手術の最初の時点でそれを合わせたらもうそれはいじらないでください。術者がピントの位置をずらした時にピントをいちいち変えたりとかいちいちこう倍率を変えることがありますがそういうことをすると顕微鏡が揺れて危なくなってしまいますので気をつけてください。